人肉椅子じゃん。え、趣味めっちゃよ。知らんアイテムが。あ、なんか映像が見れるんだ。拡大する。おー、なんだこれ、宇宙船か。高いな。しかし結局ハテナハテナハテナはなさそうだな。こうなるとゴールデンアーマーとライフルが手に入る場所の洞窟になったって感じか。ハテナハテナもなんかね、パッチ13で2個増えたらしいんだよな。だから1個はこのなんかで、2つ洞窟がなんかそのリメイクというかリテイクというか入ったみたいに書いてたから、で1つがここだったんだけどね、のもう1個あるんだけど、なんかここはてっきりそれが増えてのリテイクみたいに入ったんかなと思ったけど、まさかの宇宙船でしたわっていうね。すげー感動しちゃった。ちょっとああいう派手なのいいね。あとはもう出口かな。おお、ガチョンズンバインくん出てこないと思ってたらこれ出てきられら、おいー、けーじゃないよ、きへーよ。俺じゃあどっちかっていうと、ちょっとよーし、オッケー、ありがとう。おい、やったまったま。なるほどね、ガチョンズンバインくん要素をここで出してきたのね。前はあそこでいっぱい出たもんな。目の前に出てくるのがやめて。あ、もう外したし、ビビ肩だと致命傷にならないですね。ちゃんとへっしょしないと。よいしょ、なんかビヨーンってなった。ああ、なんか抱き合って幸せなキスして死んでる。なんかごめんね。よいしょ、ちょっと返してクロスボウ。ちょっともうこのまま感動の気持ちのまま帰らせてほしいんだけど、いらねー。長げロープ、もうこれを片手で今登っていくからな。森主人公は本当に高い能力を求められるな。今度は降りる。そろそろ滑り台が言ったし、このパターンは初めてだった。ロープ降りた瞬間に来るのはちょっと初めてでびっくりしました。この出口は多分今までもう行ったことあるところだから多分わかるんだけどね。いやー、素晴らしいものを見せてもらった。本当に宇宙船ね、あれ乗りてえなー。おお、ちょっとなんかこの辺の洞窟で普通にガチオツンバイが出るようになっちゃったのはちょっと鬱陶しいな。何してんだお前。おお、弾いてくるね。またいいでよ。まあ、十字架かざしてもいいんだけどさ。十字架も別にすぐ倒せるわけじゃないからな。よし。ちゃんと頭狙えるなら多分こっちの方が早い。まだたくさんいるなら十字架がいいけどね。いるね、普通に。ああ、もう一回下がるのやめろって。からのポン。あらま。倒したけど、もう一体いる。いたいたいた。おお、壁、壁。いやー、くすくれた。よし。わあ、ああ、でも、でも、でも。ああ、出てきた。何、そこ、段差がちょっとあるから、地味にお前出られへんやろか、ははと思ってたら。あ、でも、また帰ってって、おお、そこ。その程度の段差は行きますよと。なめててすみませんでした。君たちみたいなやつはそういうところに引っかかるもんだと。ゲーム脳でしたわ、完全に。言うてここの最後の出口の道もまだ変わってんな。いろいろほんと変えてきてんだよ。なんか十字架が増えた。ちょっと宗教味を強めてきたね、森宗教が。まあだから異教徒たちが割とね、この謎の力というかアーティファクトというかなんかをこう崇拝してんだなってのがこう改めてわかる感じよね。あとあのウィークだけか。
めっちゃバッテリー使って。あーった、なんかしれっとあった。おお、あ、なんかちょっと前と少し形違うかも。あ、ほら、なんかハスコラ、なんかブツブツみたいなんで気持ち悪。あ、すげえすげえすげえ、なんかぬるっとあった。もうないんかな、ここはと思ってちょっと半分諦めてたけど。すげえ、これなんか合体できんのかな。あ、ほら、これとこれ、なんか分母が分かんないんだよな。あー、でもなんかあれだ、合体させるとかじゃないんだ。今後これ何に使うんだろうってなると、やっぱもう一個変わった洞窟の方に行くとまたなんかありそうだね。お、なんかここ封じられてる。おう、あ、違う、これは関係ない。あ、でもなんかある。あ、家具系じゃねこれ。あー、なにこれ、マジで何これ、なんかトラップ系かな。バッテリーも1個使うし、ん、なにこれ、なんか踏んだらバチンってなるみたいなやつかな。結構謎。まあやったね。こういう取り流しが他になければいいなっていつも思っちゃうわ、こんな感じでしれっとあると。そしてさりげに見つけたこの道、そう、この先に行けば多分もう出口だと思うんだけどな。いや、でもいろいろ変わってたね、ここ全体的にすげえ変わってるわ。いやー、でもいいね、なんかこうアップデートされてるって感じがまたいいっすね。あー、待って、これ、よいしょよいしょ、動かれる前に殺す。あと向こうとここと、ここら辺もなんかいろいろ変わったな。こんなん紫ってなかったよ前。うわー、待って、ベイビーがいすぎ。ちょっともうこれめんどくさくてやってられないかも。ちょっとこの辺はささささーと見つつ、ここまで来ればきっと追ってこないやろ。あー、またなんか見たら、あ、多分そうそう、ここを抜ければ多分ね、今まで俺が知ってた出口に出ると思うんだ。あの前、あれ、ナイトビジョンをゲットしたところの洞窟に出ると思うんだよね。あ、よしよし、出た出た。ほら、これこれ、ここここ。前、こいつやっつけてたと思う。よいしょ、よいしょ。出れた。明るい外。ふう、結構長いこと言ってたな。いやー、いろいろゲットしたというか、まあ本来だったらライフルとゴールデンアーマーもね、手に入ったことだけど、まあそれはもうすでに持ってて、もういらないというか、取れないやつだったんだけど、さらにまたハテナハテナが1個手に入ったね。こうなってくるともう1個の洞窟に行かざるを得ないっていうのと、まあ、なんだかんだあと、実家に近くなってきたね。で、確かね、ケーブ B がね、あ、そのもう1個のね、ある、ハテナハテナがある場所は確かこの辺の洞窟のどれかなんだよね。なんかもう一個変更があった洞窟ってここらしいんだよね、パッチ13で。なんかちょうどこれってあの辺に俺のねヘリコプターの不時着ポイントがあるんだけど、この洞窟って俺がなんか最初に洞窟原住民にボコられたとこだったと思うんだよな。あ、なんかぶら下がってる、前こんなんなかった気がする。これは立てたんだけどね、俺がね、出口分かるようにと思って。ああ、そうそう、やっぱ動物園住民が一平いんのよ。なんか向こうに道できてるかも。前はね、向こうあっち側だったの、道としては。ああ、やっぱり動物園住民ごっついるね。こっちが増えた、もしかして。あ、ちゃうな、やばい、追い詰められてる。やめてやめて、いたずらしないで。薬めっちゃある、ここ。あー、でもなんか、あー、なんか滝になってる。なんかやっぱちゃう。ちゃうで、ここ。グラナーダー。ほっ。この感触。ある程度数さえ減らしちまえばこっちのもんよ。カターナのサビーにしてくれ。あー、外し回した。カターナ。よし。なんかここが滝になってるよね。前この道は絶対なかったんだよな。でもなんか死にそう、これ落ちてったら。あっ、あるじゃない。さあ、おお、危ない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 。ロープのあれ S で下がってたら後ろバックしてこう押しそうだったんだけど、
ワンチャン水があって助かるかもしれんけど。こっちだね。このし、あ、出た十字架ゾーン。これよ。これ絶対これが増えたやつだ。この下は、なんか水のとこだけど、特にはって感じなのかな。あ、また鉱石ある、ここに。どこだってあるよ、鉱石。この辺はロープとかで降りれる場所はないんだね。じゃとりあえず、よいしょ。よし。ああ、完全にこの先が怪しい。ロープ発見。潜るでいい。どや。お、水が飲める。これは、下、なんか行ける。水行きゾーンだよ、これ。おお、攻め。十字架がある。なんかこっちっぽい。タっぽい。攻め。こんなとこ潜ってくの怖っ。なんか最悪ね、体引っかかって出れないとかなりそうだもんね。ゲームだからまた大丈夫だろうけどさ。おお、あ、待って、もうなんか向こう輝いてるって。絶対それ関係じゃん。え、待って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 、ちょっと木の板がガタガタいってる。不思議な力がすげえ働いてる。えい。え、でも止まっちゃった。前のね、ゴールデンアーマーガタガタ骸骨を思い出すね。あ、これアーティファクトのなんかだ。あ、あった。今回は超すんなり見つけた。このハテナハテナハテナくん。おー、また模様が違う。今回ちょっと三角形のやつがいっぱいって感じだね。これ、何なんだこれは。完全にここのアーティファクト用ゾーンが増えたってことなんだろうね。これでまた揃ってきて、今現在3つか。形状的にあと1個ありそうなんだよな。ああ。今日はこれ寝泊まりしようと思ったら、洞窟原住民フィーバーじゃねえか。すいません。夜中に会うとなかなかホラーだな。いや、寝れなさそう。ナムさん。はい、ダメでーす。ベイビーおるやないか。アウチ、アーマーなくなったー。セカンドチャレンジ。あ、寝れた。ベイビーだけだったんかい、邪魔だったの。やめてんよー。あー、久々に我が家に帰ってきた。まあ、なんかいろいろ手に入れたレシピとかもあったし、ってはなんか原住民たちがさも当たり前にいる、家主のいない間に。あー、なんか来てる。やめてー、帰ってきたばっかなの。のんびりさせて。もう、あー、なんかぶっ壊そうとしない、あいつ。いや、でもちょっと困ったな。よし、足をやった。よし、おい、なんかバキバキやってね。おい、やめろってお前。よいしょ、ゴールデンリボルバー。おーおーおー、やってくれるね。よいしょよいしょ。お、アーマーが取れただけ。ナイス。ただでさえ強化前の刀から結構ズバズバだったんだから、強化後はもう止まらないぜ。あー、帰ってきた帰ってきた。あれ、よしよしよし。原住民抱っこしてても扉は開けれる。いや、早速ね、もうみんなも期待してるものを私は作りたいよ。せっかく今こうやって材料も持って帰ってきたし。これだよね、完全にこれはいるよ。どこに置こう。やっぱここかな。ちょっとオーシャンビューが見れなくなっちゃうけど、こいつを一回こっちに置き直して、でこいつをこっち側にやって、オーシャンビューを見れるように。腕が6もいるのこれ。22でしか持てないのになかなか要求してくるね。いや、ここで解体するの怖えな。ぶっ壊しそう。ぶっ壊れ性能しちゃう。正直、倉庫行けばいくらでもあるんだけどね。いくらでもでもないけど。
せっかくなら今倒したこいつらから使っちゃおうね。あーなるほど、手の部分でまず脚を作ってるんだ。足の部分を椅子の、賢いね。なんか逆転の発想、足だから足かなと思ったら手使うっていうね。これなかなか賢いですよ。枠にとらわれてない自由な発想。おーい、まだおったんか言われーと。あーごめんごめんごめん。ポンで、さらに腕を取ってで、この装飾部分かな。あ、その前に木の枝か。で、これ何、あー皮ね、はい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 、ミュータントの皮とか置いてで、足を置いて、手を置いて、頭を置いて電球はめて、ワイヤーをつける。おー素晴らしい。え、この夜になったら光るのかな。超夜になってほしい。え、めっちゃかっこよくない。え、ちょっと待って、このここだと見づらいからさ。あー嘘ー、お前壊れるタイプなの。見やすいところに置こうと思ったのに。いや、ちょっと見栄え置いといて、ちょっとこの辺に一回ポンと置いとこう。おー素晴らしい。これ夜になったらここのライト光るってことかな。どっかなんかスイッチあるのかな。ちょっとこのまま座ってみるか。あーこれ K 君とかにちょっと座ってみてほしいな。座り心地すげえ。ついに人肉家具実装だよこれ。すごくね、ちょっと感動しちゃった。こういうのをねもっとね作っていくことでね、やっぱ森っていうゲームのねこう真骨頂みんなに伝えることができるよね。ああびっくりした。原住民くん、なんか目怪我してない？あ、目怪我してるわ。何があったんだろう、殴られたんかな、 DV かな。ちょっとごめん。もう一個気になるのがこれ罠だと思うんだよね。なんだろう、何の罠だろうこれ。瓶とかバッテリー使うんだよね。あ、で結構でかっ。なんだろう、電気床とかそんな。やばい、すごい暴れられてる。早速こいつで試したいんだけどな。このあんまり入り口の近くに作っちゃうとめんどくさいから、この辺にしとくか。どんな罠かわかんないんだよな。葉っぱと石と枝と、おろろ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 、結構ある。枝がない。おお、骨めっちゃいるけど足りる。おお、できた。なんかビリビリビリってなってない？なんかちょっとこいつをおびき寄せたいけど、あんまやっちゃうとなんか死んじゃいそうなんだよな。やばい、どれも強化しちゃってどれでも殺してしまいそうだ。こういう時はナイフ。痛い痛い、何そのするの。ほい、おおおおおおお、なんてこったい。えぐ、え、強。これしかももう一回使えるんだ。え、やば。だから相手をビリビリビリって動けなくした後に、なんだ、ドカーンってなったけど、その後こいつらで串刺しってこと。えぐ、超強力な罠じゃん。もう一瞬でこいつ死んじゃったよ。いや、このトラップえぐいし、なんならちょっと俺も怖いんだけど。これ俺踏んだらどうなっちゃうのこれ。怖いけど踏んでみる。一応セーブしてみたんだよね。いやーこれ怖いな。こんなガード意味あんのかっていう。お、ミーは大丈夫、ミーは大丈夫だけど原住民には当たるという謎システム。怖ー。なんか他のやつでも試してみたいけど、こういう時に限ってなかなかやつら来ないからね。来てほしい時には来ない。あーってか、なんかぶっ壊されてる。最低、もう。もう。てか、なんか前より下に残るようになったかな。まだ残ってるわ。結構すぐなくなるんだけどね。秋かな。また冬来る？早くない？そんなにもう経ってる時間。
あ、ケイ君、ケイ君、ちょっと待ってよ。ちょっとこっちを入れよ。なんでどこ行く。あ、やべ、原住民来てる。やべ、原住民来てる。原住民来てる。ケイ君、あー、やりたいことがあったのに。なんかこいつ何？セント君だ。原住民セント君がいる。セント君、原住民の姿、森の姿みたいな。なんか強そう。ほらほらほら、がむしゃら突進してくる。やべ、うわー、なんて野郎だ。餌食にしなきゃ。おお、ビビ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 ビボン。あれ、こいつは突進が早すぎて逆に当たんないんだ。死んじゃった。でも、あ、生きてるわ、生きてる。ポン。あ、でも硬い。うん、とはいえ耐久力そんな普通の原住民とは変わらんな。あ、ケイ君、あ、ケイ君は多分引っかかんないね。ケイ君そこに伝ってくれればおびき出せ。ああ、普通の頭になっちゃった。セント君ヘッドは手に入るのかと思ったのに。もうちょっと待って、ケイ君に用事があったんだって。邪魔すんじゃねえよ。おやるね。うえ、あー残念、紙取りで避けられなかったね。ケイ君、アホどもは追っ払ったわよ。あ、そうそうそう、こっち。あー、なんかいたよ。邪魔、あら、ケイ君、うう、俺の仲間を守りたいという気持ちを利用して顔キモ。この辺もな、原住民の装飾が増えてんな。ビビ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 ビボン。強っ。アーマーがあろうと関係ないね。まあ、あとはミュータント系にどれぐらい効くかだよな。ケイ君、今度こそちょっとこれ着てみてよ。どんな感じなんかな、宇宙服の外見。おおおお、なんかあれだな、 USG 石村あたりに行っちゃいそうだな。なんかケイ君、ヘルメットが欲しかったね。めっちゃ血出てる、かわいそうに。そういうコスプレイヤーに見えるよ、ケイ君。急にここだけ SF になったな。